マグダレーナ・フォン、エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フェルディナント一世の娘で、春女子修道院の創立者、初代修道院長。カトリック教会の尊者に入れ捨てられている。フェルディナント一世皇帝とその妻で、ハンガリー王、ボヘミア王、ウラースロー二世の娘、アンナの間の、第六子、四女として生まれた。マグダレーナは四歳年下の妹マルガレーテと共に、 父皇帝に対し結婚せずに修道女として神に奉仕したいと願い出て皇帝にしぶしぶ承諾させた。これに対し12歳年下の妹ヘレーナは病弱なことを理由に父皇帝によって結婚せず修道女として生きるように命じられている。未婚の3人の姉妹は在族修道団体で修道生活を送り、 完全に属性と切り離される正式な修道院には入らなかった。1564年に父皇帝が亡くなると、マグダレーナは純潔の修道生願をし、以後は模服しか身につけなかった。そして、王立修道院を創設すべく、貴族、市民の身分を問わず信心深い女性を呼び寄せ、百六十七年にハルインチロールにイエズス会の監督の下で活動する女性の、 宗教団体を創設した。1590年に病に倒れ、神の名を呼びながら死去した。春の宗教団体は1610年にイエズス会教会となり、1706年に三次会教会となった。リチャード・リーフェンスキーと・ット、ダイ・ハプスバーガー・フォンルドルフ・アイビスカール・アイ、ベルビルト・ ISBN3 から850014843、ロバート・リービッチ。 マグデラナ、イヤーズ・タッツォギン、ホン・オストライヒ、イン、バイグラフィスチ、ビブリアーグラフィスチャス・カー・チェン・リグシコン、バンド21、ボー・ツ、ノー・シー・ウソン2003、ISBN3 から883091103、SP876881、ウィキメディア・コモンズには、イヤーズ・タッツォギン、マグダレーナ・ホン・オストライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。